八木十二郎は日本の実業家。新日本製鉄代表取締役副社長を経て、初代東日本高速道路代表取締役会長。山口県山口市出身。山口県立山口高等学校を経て、1965年、一橋大学小学部卒業、八幡製鉄入社。経営企画や総務などの管理部門を歩み。 エンジニアリング本部長等を務めた。1999年新日本製鉄常務、2001年エンジニアリング事業本部、副本部長、2003年代表取締役副社長、エンジニアリング事業本部長、2005年取締役、特定非営利活動法人循環型経済社会、推進機構理事長就任。2005年高速道路株式会社法により、 新たに設立された東日本高速道路の最高経営責任者である代表取締役会長に就任。旧日本道路公団のファミリー企業の子会社化、整理、再編、談合防止策の実施、企業会計制度の導入等を行った。またサービスエリアやパーキングエリアの開発や住民への開放も進め、2008年には、 マクハリパーキングエリアに商業施設パサール1号店パサールマクハリを開設。ついで2009年にはハブパーキングエリアに2号店パサールハブ、ミヨシパーキングエリアに3号店パサールミヨシを開設。2009年民主党が政権公約に掲げた高速道路無料化策について道路の維持管理費用を確保できるのかなどと疑問を呈した。 政権交代により批判をした民主党の鳩山幸男内閣が成立し、2010年会長を退任。同年11月から2011年6月まで非常勤顧問。2011年7月、公益財団法人傍聴クラブ理事長。2013年9月、一般財団法人産業遺産国民会議代表理事。山口棚端会会長も務める。 2007年7月11日、日経産業新聞2005年8月31日、日経産業新聞2008年3月17日、日本経済新聞2009年8月12日、読売新聞、産業革命遺産登録へ、国民会議設立理事長に、八木氏、就任47ニュース2013年10月31日、ありがとうございます。